あ、56分だ。でもちょっとまだまだ6分くらい時間ありましたね。大丈夫だ。お茶で帰っても全然間に合うな。じゃあ売店はもう閉まる時間なのか。でも映しとったのは新宿の方で、 JR は JR であるんですね。 JR 小林名店があって、もうそこ新宿の改札です。そう、 JR の一応改札はね、分かりとって、まあ、あの共有改札みたいにはなってるんですけど、ただなんか使える切符、使えない切符とかはあるみたいな感じですね。こっちはこっちで、ね、へえ、こんなのあるんだ。へえ、あ、もしませんね。あ、へえ、なるほどな、なるほどな。はいはい。なるほど。ちらりと今中を見てきましたけど、JR のところは本当ちょっと三宅森屋さんがさーっと入ったって、僕は真珠屋さんが入ってって感じですね。飲食店ももう閉まってました。閉まったのかな。ね、とりあえず今の時間もやってませんでしたんでね。なるほど。三重県におけるなんか近鉄と JR の縮図を今垣間見たような気がしますね。なるほど。これはちょっとひな感じですね。あ、そうなんや。10月8日、鳥羽の日なんや。鳥羽で。安直ですけど、まあね、いろんなところといろんなコラボやるんですね。さあ、もう一つに菓子工場行ってきますからね。よっしゃ、乗ってきましょう。